ワンダ、こんばんは、プリティです。ジュンヌバ丼ってね、江東区のご当地グルメなんだけど、どういうものかというとね、鶏レバー、鶏ハツ、砂肝、鶏皮、ネギがね、ご飯の上にぶっかかってんのよ。でね、味付けがね、まあこれがよく言われてるのが、醤油、砂糖、紹興酒、オイスターソース、あとニンニク、七味唐辛子、酢、ごま油、あとね、おばちゃんね、ラー油も結構入ってんじゃないかなと思ってんのよね。よく、ここのね、お店が、ジュンレバ丼のね、元祖だってね、まあそういう話が出てるんですけども、実はね、江東区住んでて、特にジュンレバ丼を知ってる人だったらね、有名な話なんですけど、この銀座ホールってところが1935年創業なのよ。砂町銀座商店街って大きいね、商店街があるんだけども、戦前ね、30店舗ぐらいだったのね。で、1945年の東京大空襲で全部一旦焼けてしまって、で、戦後またどん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 お店が増えて、1963年に、まあ、砂町銀座商店街っていう、まあいっぱいお買い物できるわ、おほほ通りみたいな風にね、商店がでかにできたのよ。ってことはね、だからここね、戦後直後にできたお店なのよ。まあ、ジュンレバ丼っていうのを提供、もう初代、なんていうの、オープン当時からやってたから、砂町銀座ホールがジュンレバ丼のね、元祖のお店なのよ。ちなみにこれがね、もう当初のジュンレバ丼、最近ね、ちょっと内容が変わっちゃったんですけど、アボカドとかね、なんかいろんなオシャンティーな味わいになっちゃった。これはこれで美味しいよ。
無知世代のジュンレバ丼で言えばね、ま、先ほど紹介したジュンレバ丼の味付け以外に辛さをいっぱいねぶっかけて、でまたねこんがり焼いてんの、ま、またこれもうまいんだわこれもうまいんだわ。辛いのさ、多分豆板醤とかこの大量にぶっかけて、それをまた鉄板で焼いてんね。いやこれがまたうまいんだわ最近ちょっとお店お休みがちですけども、これねなかなかやっとくれるんですわ。それでね味はねもうあのレバーとあとニンニクとあとねこのまあ醤油とあとごま油のね味はまあたまらん久しぶりにね訪れたんですけど、辛みなんかちょっと増して、もちろんさらに好きななんかもう味わいになってるんですけども、たまらないすごくたまらない。やっぱりあのジュンレバ丼って美味しいね。いろんなところで食べたけどもさ、どこも美味しいわ。それでジュンレバ丼ってあのレバー苦手な方でも食べれるのよ。なんでかっていうとごま油とさあとニンニクとか醤油とかいっぱいぶっかかってんじゃん。だからレバーの臭みとかぶっ飛んじゃうよすっごいぶっかかってるから、いやもうねレバーの匂いなんかもう消し飛んじゃう。それぐらいね思いっきりねぶちかかってんのよ。だからこれがまたたまらなく美味しいんだよね。でもすごくビール飲みたくなっちゃう。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。